病気や怪我で働けなくても生活できる方法がこちら。どうも、隠れ気なしを問題なし代表の谷です。ということで今日は病気や怪我で働けなくなっても生活できる方法っていうのをね、ちょっと解説していきたいなと思います。まず日本人の中でどういう理由で働くことができなくなる人が多いのかっていうと、主に大きく分けて3つあって、事故、癌、メンタル病。この3つですね。で、その時をちょっと想像していただければちょっとわかると思うんですけど、働けないイコール一番最初に出てくる悩みが家計がやばいってことじゃないですか。子供がいたら子供の生活費もそうだし、食品も そうだし、いろんなお金がかかってきますよね。ここら辺のお金を働けない状況の時にどうしたらいいのかっていうのをね、今日はレクチャーしていきたいなと思いますんで。で、まずは主に会社員の方の説明をしていきたいんですけど、基本的に会社員の方は有給、傷病手当、障害年金、この3つね。この3つがかなり分厚い手当があるんで、まあ、割と安心感はあるかもしれないです、ね。基本的に有給が会社から支払われなくなったら傷病手当がもらえて、傷病手当がも,もらえなくなったら障害年金がもらえるみたいな感じのイメージを持っていてもらえるといいかなと思います。月収が三十万ぐらいの人だったら、有給 時間で二十日ぐらいもらえるんで、だいたい土日とかも換算すると一ヶ月ぐらいは有給で生活ができるってことになりますよね。じゃあその有給をもらい切った後の傷病手当はどれぐらい出るのって話ですよね。傷病手当は一年六ヶ月で三百六十万ぐらい出ちなみに傷病手当は月収の三分の二の金額になります。そう考えると有給と一緒に合わせると結構な金額になるじゃないですか。最後の障害年金っていうのはこの障害年金を受け取る資格がある人に関してはもらえるんですけど、その資格がない人はもらえないんでそこだけ注意してください。<laughs> 障害年金は子供二人の大人二人ぐらいの家庭だったらだい二百。 200万ぐらいらいもえます、ね、そして、こっから下に書いてあるフリーランスの話に入っていきたいんですけども、フリーランスは赤文字で書いてある通り、ここら辺の手当てが一切ありません。さっきの会社員360万に比べてフリーは0円って、これ結構な差ですよね。そこの対策を最後に話していきたいんですけど、一番の公的保険っていうのは、会社員の方がもらえる有給だったり保険関係っていう、まずそこをもらって対応できるとこまでは対応しようっていう感じです、ね。フリーランスの方は一番の公的保険がほぼないに等しいんで、二番の貯金をめちゃくちゃ分厚めに残しおくことを推奨します。会社員の方は貯金はまあ、それなりに残しとけばいいのかなという。 いう感じで思いますね。でより安心感を加えたい人は3番の副収入。いわゆる副業サイドビジネスってやつですね。そして4番の親族支援。これに関しては親族ととりあえず仲良くしとけって感じ。やっぱりいざという時に頼れるのは家族なんで100万円200万円貸してって言った時にスッと貸してもらえる関係性にはしておきます。最後の最後に5番の民間保険なんですけど、ここに関してはほぼいらないです、ね。民間保険の中で僕は持っといた方がいいなって思うのは、火災保険、自動車保険加えて強いて言えばかけ捨て方の生命保険です、ね。これ以外は本当お金の無駄なんでマジでいらないです。わっし正社。 ただ民間保険はいいららないですからねここまでいろいろリスクの話をバーッとしてきてこういう備えがあればいいよって話をしてきたんですけど大体どんぐらいの人がこうやって働けない状態になっちゃうのかっていうと100人いたら3人ぐらいこの3人っていう数字の中の11%の人が2ヶ月以上働けない状態が続くっていう人そう考えるとめっちゃ長期間働けない人ってすごい少ないんですかといってそれで皆さんに安心されても困るんで今回聞いた内容をちゃんとお伝えてるリスクヘッジをして今後の生活を送っていただきたいと思いますそれでは次回お金がたまらない人の共通点がこちら